らないですけども、何かの理由があり、過去の人と、まあ、例えば友達は、危ない感じの先輩というような、言葉も使ってましたけども、やはりそういうところが何かあって、トラブルに巻き込まれている。まあ、ある程度何か大きいトラブルに巻き込まれた可能性が非常に強いというふうに思いますね。あと、その現場、